までの工事藤封は、鎌倉時代末から南北朝時代にかけての苦行。大納言、までの工事仙望の一難。神は、正二位、中納言。五代醐天皇の側近として、倒幕運動に参画し、剣務政権では、温賞方頭人や雑草血断書よりうどなど養殖を担った。だが、突如、用墓なんで出家した。本生の、藤原により、 藤原藤房ともいう。江戸時代の儒学者、安藤昭安によって、平野茂森、楠木正茂と共に、日本三中心の一人に数えられている。文法2年2月、五代後天皇戦争に際して、蔵人に部任。以後、弁官として類進し、中宮良記録書よりうど、相模ゴンなどを兼ねる。現行3年1月増人等に補いされたが、 同年に、弟末房も、弁官となったため、兄弟弁官令と称された。同四年四月参議に任じられて苦行に列し、小中三年春、十三味、県中納言に助任。下略二年七月、左兵ただし、ケビンシベットを兼ね、現行万年、玄徳三年中納言に天ただし、正二位に上された。同年天皇の倒幕計画が露見したため、八月、 四条高助、北畑竹奉行と共に天皇に愚伏して、笠木山へ逃れた。一ヶ月に及ぶ幕府軍との攻防の末、九月二十八日には、笠木山が陥落し、藤房は天皇を助けて敗走するも、翌日、有尾山で捕捉されて、すぐに快感となる。十月時平等院から六原に移送され、武蔵左近大部将元のもとへ預けられた。 元稿2年、昭京元年4月幕府から、恩での処分が伝えられると、5月京都を経って、日立国に下り、小田春久の藤沢城に老居。この間、春久に対する余道館優がこう奏そうしたのか、鎌倉幕府滅亡後の元稿3年、昭京2年6月には春久を伴って上落し、また官を果たした。原稿3年、 4番制の初期雑草決断書のよりうどに認じられている。兼務元年5月18日には、恩賞型4番のうちの3番局の頭人に認じられており、兼務政権でますます重きをなした。同年8月中に雑草決断書が8番に拡充された際にも、やはりよりうどに選ばれている。ところが、同年10月5日に出家。資料では、 にわかとんとあるばかりで、理由は一切不明である。この時代、人生の絶頂期に出家願望を持つ事例は、足利高氏などにも見られる。その後の消息は不明で、小国寺に重視したと伝えるほか、各地に伝承が散見する。日記、藤ふさ狂気はわずかに、生中三年四月十六日の抜き書き、火力元年改元期が伝存するのみで、本国が、 歴代残結日記55に収められている。軍記物語であるルフ本、大平記では、藤士房は、兼武政権への批判者として描写され、これがそのまま史実であるかのように懸伝されることが、多い。ルフ本館12、区下一等制度のことによれば、兼武政権下でははじめ、現行3年8月3日に設置された、初期温床型の当院サネイオの公認として、 温床化多情景となるが、注意なお、生死、精神を分置公平な処理を行おうとしたところ、内越により不正に温床を獲得する者が多かった、ため、病と称して辞退したという。一方、ルフ本館13、龍馬神僧のことでは、後代後天皇に直言を呈することのできた、甲骨館として描かれ、出雲国の縁や高さだから春馬が献上された際、 当院金方がこれを吉兆とこと彫いだのに対し、藤塚は強調と論じ、以下の点を挙げて、政権を示談したと描写される。ルフ本館十三藤塚京都ン世のことでは、藤塚は武家の統領の出現を危惧し、再三還元を繰り返すも、天皇に聞き入れられないまま、現行三年の翌年三月十一日に、天皇の八万行行に同行した後、岩倉で、 藤坊という層の元出家。天皇は慌てて、先方に命じて、藤房を召喚させたが、すでに行方をくらましていたため、再会は叶わなかったという。以上は資料には見られないどころか、史実との矛盾点もある。太平記に称えられた随一の陰であることから、出家後の動向に関して、後に様々な伝承が生じたが、どれ一つとして信ずるに足るものはない。 日付イコール旧歴。ありがとうございます。